これはあるハロウィンの夜の出来事。ジャック・オー・ランタンにまつわる伝説のお話です。カノン、もうすぐハロウィンだね。そうだね。お菓子いっぱいもらえるかな。どうかな。カボチャってなんていう名前だっけ。ジャック・オー・ランタンでしょ。どういう意味。確かジャックの提灯って意味だった気がする。ねえ、ジャックって誰。そんなこと知らないよ。カノンも知らないの。カノンだって知らないことあるよ。チェ、もういいや、工作でもして遊ぼう。言うんだ。それじゃああなたは。そう、さっき話した
魂を集めるの？魂は人間の世界で妖怪のようなもの。たくさん集めれば集めるほど悪魔としての位も上がるし、生きることも増えていくのさ。だったら悪魔同士で魂の取り合いになったりとかしないの？それはあるな。ただ我々悪魔は人間のように野蛮ではないので、戦って傷つけ合うようなことはしない。自らの魂をかけてクイズやゲーム、頭を使う勝負で戦うのさ。え、悪魔にも魂があるの？ああ、人間のものとちょっと質が違うかな。次の質問だけど、ジャックさんの魂はどのぐらいさまよっているの？正確なところは忘れたが、そろそろ100年近くになるかもしれんな。そんなに長く？なんだかかわいそう。ふ、変わったことを言うやつだな。さあ、そろそろ質問は終わりだ。願い事を言う。よし、決めた。よしよし、行ってみろ。私をあなたの後継者にして。なんだと？悪魔になりたいのか？うん、そうなの。なんだか楽しそうなんだもの。いい？変わった娘だ。いいだろう、私の後継者としてきっちり悪魔の生き方を教育してやる。やった。それじゃあ最後のお願いは、ジャックさんの魂を天国へ入れてあげてほしいの。なんだと？もう長い間寂しい思いをしたし、ジャックさんはずっと悪霊を追い払うシンボルだったんだよ。もうそろそろ天国に行ってもいいと思うんだけどな。あいつを天国にだと？この願いを聞いてくれたら、あなたの望み通り私の魂をあげるよ。よし、わかった。本当？よかった。さあ、すべての願い事を叶えたぞ。覚悟はいいな？うん、約束だからね。悪魔さんも私の後継者の約束を守ってね。もちろんだ。緊急速報です。ただいま世界各地で死者が蘇るという現象が発生し、大パニックになっております。繰り返します。ただいま世界各地で死者が蘇るという現象が発生し、大パニックになっております。